皆さんこんばんは、ダイです。現在私は JR 博多駅に来ています。本日は9月22日、残念なことに私も一つ年を取ってしまった日でもあります。まあそんなどうでもいいことはさておき、明日9月23日っていうのは西九州新幹線武雄温泉長崎間で部分開業する日です。それに伴いね、在来線特急かもめ号が本日9月22日で最終日なんですよね。そんな在来線特急かもめ号最終日の博多駅3番乗り場、22時20分、10分ほど遅れてね、大勢の人に見送られながら長崎行き最後のかもめ45号が発車していきます。これでね、在来線特急かもめ号46年の歴史に幕を閉じ切るわけです。ありがとう特急かもめ号と言いたいところなんですが、実はこの博多駅から出るかもめ号はもう一本あります。それが4番乗り場、23時34分発佐賀行きかもめ103号です。長崎までは行かないんですが、正真正銘博多を出る最後の特急かもめ号になります。今回は正真正銘最後となる特急かもめ103号を乗り通してみようと思います。こちらがね、正真正銘博多駅で見られる最後の特急かもめ号乗車位置案内です。明日からはね、この特急かもめというね、乗車位置案内が見れなくなるんですよね。博多駅4番乗り場には23時34分発正真正銘最後となる特急かもめ103号佐賀行きやってきました。こちら JR 九州の787系です。側面表示は幕式になっています。この特急かもめのね、幕もこの列車が正真正銘最後となるわけです。それでは博多を出る最後の特急かもめ103号を乗車していきましょう。乗車する際ね、車内に段差があります。足元には十分気をつけましょう。普通車の車内はこんな感じです。で、今回座席というのが4番デコ席ということで、4番デコ席はここですね。特急車両ということで当たり前ですが、リクライニングは倒れません。結構倒れるんですよね。車内にあるディスプレイにはね、列車名がしっかり表示されるようになっています。かもめ103号ですね。23時39分、5分ほど遅れて博多を出る正真正銘最後の在来線特急かもめ103号が発車していきます。正真正銘最後となる在来線特急かもめ103号は、博多が23時34分の時点で全国において深夜帯を走行していきます。景色というのはね、真っ暗で全然見られないわけなんですよね。ちょうどね、南福岡
急かもめ103号は鳥栖まで鹿児島本線を走行していきます。鹿児島本線っていうのは JR 九州を代表する大幹線という特急列車がねバンバン走っているということもあり、線形がめちゃくちゃいいです。この列車もね結構なハイペースでかっ飛ばしていくんですよね。車内のディスプレイではですね、地駅停車駅の乗り換え案内が出るんですね。さて4分遅れでやってきたのが二日市駅です。この列車がね二日市に停まる最後の特急かもめ号になります。23時51分4分ほど遅れてね二日市駅発車していきます。本当にね止まる各駅各駅が在来線特急かもめの最後となるわけです。さて外が暗いのでね少し分かりづらいんですが、ちょうどこの辺りでですね列車は福岡県から佐賀県へと入っていきます。さて4分ほど遅れているということもあって鳥栖到着前にね日付が変わりました。9月23日ダイヤ改正日当日です。当日なのにね在来線特急かもめ号が運転されているわけです。0時2分5分ほど遅れてね鳥栖駅発車していきます。ここからはね長崎本線に入っていくわけです。鳥栖から長崎本線に入った特急かもめ103号高架へと上がりね鹿児島本線とお別れします。博多を出てから31分4分遅れでやってきたのが新鳥栖駅です。この新鳥栖を出るとね次が終点の佐賀です。この列車は4分ほどね遅れて運転しているということで、今回は鳥栖で日付が変わったわけなんですが、本来であれば新鳥栖の手前でね日付が変わります。なので新鳥栖からの特急券を購入すると特急券の日付がね9月23日ダイヤ改正日当日になるんですよね。ダイヤ改正日当日に在来線特急かもめ号の切符が入るというねなかなか面白いことになっています。ちなみにね博多から乗ると日付は9月22日になっています。鳥栖から列車は長崎本線に入ったわけなんですが、長崎本線もね特急がバンバン走る幹線になっています。線形がねいいということで結構かっ飛ばしていくんですよね。
博多を出てから41分、4分遅れでやってきたのが終着駅の佐賀です。この佐賀駅の列車発車案内にはですね、長い間特急かもめ号をご利用いただきましてありがとうございましたというね、佐賀駅社員一同よりという、案内がされています。やはりね、46年の幕に閉じるわけですからね、各駅で案内されていたわけです。正真正銘最後の特急かもめ103号に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。明日というよりも今日ですね、特急かもめ号はリレーかもめとなり、新幹線かもめ号で博多長崎間を結ぶようになります。特にね、佐賀発着の特急列車に関してはかもめからかささぎに名前が変わります。ダイヤ改正以降もね、ぜひかもめ新幹線、また名前の変わったかささぎ、利用してみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。